皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今日は10月31日に行われた、叡王戦本戦、久保利明九段と、及川拓磨六段の、一局をお送りするよ。また随分間が空いたな。ゆっくり MM とか AVI 言うてる導入したり、試行錯誤しているうちに、ここまで来ちゃった感じかな。でも、本譜の内容が、結構面白いものだったから、動画にしておくしようと思ったんだよ。そうなのか。ハードル上げすぎじゃないか。そんなことないと思うよ。なんていうか、まさに駒田、駒たちが躍動する将棋、だったんだよね。マジか。それは楽しみだな。それでは皆さん、忙しいかもしれないけれど、ゆっくりしていってね。それじゃ、早速行ってみようか。お、出たな。今回はマリサが先手の及川六段。霊夢が後手の久保九段だよ。それでは、よろしくお願いします。3四歩、早速角道を開けたね。7六歩。4二飛車、もはや潔いな。6八玉。6二玉、対抗形にしていくよ。7八玉、先手玉は穴熊か左美濃だね。7二玉。4八銀。8二玉。9六歩、穴熊ですか。違いまーす。9四歩。じゃあ攻めに行くぜ。2五歩。まずは美濃を作るよ。7二銀。3六歩。3三角。同角。角交換だぜ。3二銀の予防だな。同桂、現時点で5五角が打てれば美味しいね。左遷。5六歩。飛車を2筋に振り直すよ。2二飛。後手は3筋かつら頭が薄そうだな。その前に飛車に睨みを利かすぜ。7七角打つ。誰がハゲじゃあ、4二銀。かつら頭ちゃう、桂頭や。ふ。5七銀。鼻で笑い寄ったな。2一飛車。お望み通り3筋を咎めてやるぜ。4六銀。この辺りは定石通りだね。5四歩。さてと、そろそろ行くか。5八金右。3級の地点に角を打ち込めば馬ができるけど、手持ちの角を消費させられる上に、飛車が浪せず3筋に回る腹積もりだね。その手には乗らんよ。5二金左。一見普通の美濃だけど、この局面ではやや隙があるように見えるな。遠慮なく行かせてもらうぜ。3五歩。ひえええ、怖いよ怖いよ。同歩。同銀。嫌だなぁ、怖いなぁ。桂馬を逃がすよ。4号かつら。サトシンにいな。順次か、3三歩打つ。キャー、怖いよ怖いよ。3一飛。わざわざ飛車先受けて頼みどくのか。2四歩。同歩。同飛車。3三銀。ん、飛車が簡単になれるぞ。2三飛車なる。ふふ、かかったなぁ。なんだと。1四角打つ。2六に引くぜ。4四銀。さあ、飛車先の銀をどかすがいい。同銀。同歩。飛車を走らせるわけにはいかねえ。3五歩打つ。予選の桂馬に紐がついたね。5七銀打つ。とっても桂馬が鳴り込む上に、角が鳴ってしまう。手抜いて交換するしかない。9五歩。同歩。飛車を狙いつつ道を開けるぜ。8六角。まずは太い歩ついてね。6四歩。同角。3三飛。飛車を避けつつ鳴らせない形だね。6八銀。飛車の6筋に備えるぜ。くらえ。5八銀なる。
送金。631。さあ、核をどけるんだ。お言葉に甘えて3に近くなる。どんどん行くよ。36金打つ。22飛車丸。大駒2つなっているのに苦しいぜ。47金。無王をたまらん。59に金を引くぜ。2が3。58金。同金。同角なる。うおぉ、6球銀を引く。ところがどこへ来ちゃいます。強力。まずい丈夫の守りが薄い。66歩で叩くよ。同歩。同飛。こないで67歩打つ。56飛。桂馬がいるから7段では受けられない。58歩打つ。くぎれだー。47銀打つ。ごーおー受けて南陽を59銀打つ。貴様に絶望を味合わせてやろう。48金打つ。お前友達なくすのうまいだろう。2合格打つ。友達作ると人間強度が下がるから。58金。相手負の方を取るのかよー。78玉。下こらさっさ。逃げられると思ってんの。68金。同銀。58銀なる。角で取ると飛車が飛び込んでくるー。水の一手78銀。勝った。計画通り。26飛車、角動かしたら優が取られて玉が遠くなるー。友達をなくしてダメ、とやー。とやるなぁ、79金打つ。57手しげる。しげるなぁ。7号馬。29つ飛車しげる。4穴の調整くらいしろぉ。58角。22、飛車ごち、根室長。57馬。64分です。徹底してみない。68銀。そろそろ終わりにしようか。28銀。47角。55桂打つ。36角。37飛車打つ。負けましたー。ありがとうございました。いやー、やられたぜ。まさに完封劇だったね。まさか、記念王手もさせてもらえないとは。見事な裁きだったね。久保九段の研究の成果の集大成という感じだったな。何回飛車を振り直すんだろう、と思いながら見ていたよ。姿勢に回ると思っていたのに、14角打つから状況がガラリと変わったな。及川六段は、まさに誘い込まれてしまったわけだね。これこそ振り飛車の面白いところ、なんだろうな。ちなみに、84手目の分岐はこうなるよ。一見迫れるようでいて、角を渡しちゃいけないわけか。そうだね。そもそも後手勝勢なので、どこまで粘れるか、
という局面だったね。振り飛車にもまだロマンがあるんだな。うん、将棋の可能性は無限大だよ。さて、今日はここでお開きにするよ。ご視聴、ありがとうございました。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。うぷ主が3点倒立しながら喜びます。カオスな光景だな。何はともあれ、頑張りがいがあるのは間違いないよ。あ、そうそう、今週末、例の山形県行きがあるので、お土産に関する連絡事項は、追って動画にするぜ。まあ正直、かなりうぷ主の持ち出しになるので、涙目なんだけどね、わらわら。喜んでもらえるものを探すぜ、涙。で、帰ってきたら、13日に引っ越しするので、少しの間投稿が滞るわけだな。そうだね。まあ多めに見てやってください。というわけで、また次回も、ゆっくりしていい。